先生、我々青春一同は各に一丸となり、去年開催されなかった運動会の分も全力で協力することを誓います。岡山市北区の岡山刑務所で5月年に1回の運動会が行われました。新型コロナが落ち着き、例年と同規模での開催は2年ぶり。一緒のことを一個の目的でするという面では非常に有意義だったと思います。自分自身目標を持つことって本当大事だなって、そういうのを実感しました。はい。リレーや玉入れが行われる中、グラウンドでは車椅子姿の受刑者が目を引きました。岡山刑務所は全員が初犯で刑期10年以上。受刑者およそ470人のうち、無期懲役囚がおよそ半数を占めています。2004年刑法の厳罰化で無期懲役の刑期は30年以上となり、岡山刑務所でも受刑者の平均年齢はこの10年で6歳も高齢化しました。強盗殺人です。23年です。はい。今年で73歳。まあ自分の考え方ですと当然のことだと思いました。私の場合は向きあれですから、死刑向きですから。で、最初の3年というのはもう2年から3年もしくは5年間はもう一生懸命で、あっという間に過ぎましたけど、やっぱりこうやって何年も続けてますと、やっぱり自分の生活にしっかりしなきゃいけないという気持ちは出てきます。更生を期待され生かされている命。仮出所の審査が始まる頃には80歳を超えていますが、認められるケースは稀だといいます。30年経つとですね、相当高齢化しているわけですよね。で、そうすると仮に仮釈放の条件が整ったとしても引き受け人がいないということになりますし、まあ、事件が重大で人が亡くなっている場合には、まあ、被害者の意向等も確認することになっておりますから、まあ、そうするとですね、検察官や被害者に意向を確認すると、まあ、時期尚早という形になってしまうと。まあ、結果として無期刑の多くは、まあ、終身刑化していく。次へ、払う。社会復帰を目指し、平日およそ8時間の就労経験を積む受刑者。現在受刑者の最高齢は96歳。受刑者同士による介護も行われていて、認知症を発症した者もいます。塀の中で死亡する受刑者が少なくなく、将来への悲観から食材の気持ちを保てなくなる者もいるといいます。入所者の高齢化もありますし、刑期も長いんで、生活する中で食材の気持ちを忘れることなく生活させるかっていうのが大変だと思います。誰も社会で待ってる人もいないし、社会に出る希望もないし、自分のような存在っていうのは消えてなくなってほしいとみんなが思ってると思ったら、もう生きていけないですよね。刑務官の心情としても被害者のことを考えつつ、でも受刑者の立ち直りも考えなきゃいけない。立ち直りっていうだけではなく、刑務所の中でちゃんと生活して生きていくことをさせなくてはいけないっていうことを考えたときに、刑務官自身もかなり苦しいと思いますよ。高齢受刑者が増える理由は無期懲役囚に限りません。2021年に入所した65歳以上は 13.8%、 過去最高を更新しました。要因として出所した高齢の元受刑者の受け皿が乏しく、
生きづらさから再び罪を犯し刑務所に戻るケースが指摘されています。出所後の支援制度も拡充されているものの、社会の理解は未だ十分ではありません。刑務所で死んでいくべきなのか、あるいはそうではなく、もうそんなような状態になった人たちであれば、もう刑罰の執行しても意味がないんだから、社会でこう福祉の仕組みも含めて、なんか仕組みを作って、ちゃんと社会で死んでいける状況を作るという、暮らしていける状況を作るということが望ましいっていうふうに考えるか。そこはやっぱり市民が納得してくれないと、制度をどんなにいじくったところで、でもうまくいかないと思うんですよね。自分がどうしてここに来てるのか、何をしてここに来てるのか、それを考えるとやっぱり自分がしっかりしなきゃいけないし、立ち直る気持ちを持って頑張らなきゃいけないし、それに尽きると思ってます。罪を犯した者と社会はどう向き合うべきなのか。塀の中で高齢化が進んでいます。